トラペジウム6つ見えます。トラペジウムの晩成。ムグさん、トラペジウム4つ台形かと思ってた。オリオン大星雲が入りました。寺沢さん、薄曇り？霞がかかってるような。スミヤチャンネルさん、湿度が高いので、写経の曇りを拭き取りました。オリオン大星雲が綺麗に映りました。寺沢さん、なるほど、下向いてても梅雨がつくんですねー。はっきりしましたね。スミヤチャンネルさん、寺沢さんのアドバイスのおかげです。拡大表示します。寺沢さん、スミヤチャンネルさん、オリオン大星雲の微細な構造がよくわかります。寺沢さん、フィルター入ってますか？かよぴさん、こんばんは。大星雲ドアップありがとうございます。スミヤチャンネルさん、クアッドバンドパスフィルターを使っています。アップにすると迫力がありますね。かよぴさん、ほんと迫力ありますねー。カロン辺境博さん、皆さん、こんばんは UFO シェルテリン。かよぴさん、火の鳥の頭の部分の暗黒地帯、川みたいなの、くっきり見えますね。カロン辺境博さん、右側に殴り書きのような暗黒星雲が見えますねー。寺沢さん、火の鳥の頭は、M43 ですか？それともトラペジウムの左側？カロン辺境博さん、M43 になりますねー。ハト、寺沢さん、大きな頭と小さな頭2つあるように見える。カロン辺境博さん、トラペジウムがオリオン座シータ1星、その下に3つ並んだ星がシータ2星となります。星 M43 は本来まん丸の星雲で、暗黒星雲が鳥の頭にしているんですねー。ハト、寺沢さん、大きな火の鳥の心臓部に小さな火の鳥がいるように見えるのは、私だけかな？かよぴさん、M42 はいろんな想像ができますね。トラペジウムが見えない。寺沢さん、明るすぎて、どうしても白飛びしますね。カロン辺境博さん、星雲を引き立たせるとトラペジウム周辺は明るすぎて見えませんねー。星。これはこれで鳥にも見えますねー。ハト。寺沢さん、小さな人鳥が現れた。かよぴさん、それだけトラペジウムは輝いているということですね。寺沢さん、火の鳥。カロン辺境博さん、トラペジウム自体は5等星7等星2個8等星の4つになります。星。大きめの双眼鏡でも4つ見ることはできますよ。環境差、個人差がございます。星。寺沢さん、公共天文台の60センチの望遠鏡で見たことあるけど、白いものがぼんやり見えてるだけという印象だった。かよぴさん、双眼鏡でも見えるんですね。環境差、個人差があります。寺沢さん、多分私の目ではピントが合ってなかった顔顔。カロン辺境博さん、60センチメートルだと4つじゃなくて6つ見えるんじゃないですかねー。星。寺沢さん、観望会で大勢人がいたから、ピンと合わせ直す時間がなかった。カロン辺境博さん、なんか、もったいなかったですねー。シェルテリン。かよぴさん、トラペジウムって結局、星団か何かなんですかね。寺沢さん、オリオン星雲の中から生まれた新しい星たち。カロン辺境博さん、星団という火星群ですねー。星。かよぴさん、台形の4つだけだと思ってた。カロン辺境博さん、星のゆりかごと言われています。ミルク星チパチパ。寺沢さん、その4つで星雲の中から生まれる星の数、星余抑制してるらしいですよ。かよぴさん、星余抑制してるんだ。カロン辺境博さん、まだ誕生1万年未満の星ばかりです。おぎゃー。寺沢さん、星雲の温度が高くなると星は生まれないらしい。ムグさん、星間雲、星の生まれるところ。かよぴさん、そうなんですね。高い方が生まれやすそうなのに。カロン辺境博さん、トラペジウムの中で一番明るい星 C1 の表面温度早く3万9000キロと超高温です。太陽は約5700キロ、星。カロン辺境博さん、ケルビンです。星。スミヤチャンネルさん、
馬頭星雲入りました。カヨピさん、チェスのコマダー、カロン編強迫さん、なかなかエキサイティングな登場シーンでしょう。 UFO ムグさん、UFO テルテリン。寺沢さん、馬の首というより竜の落とし子に見えるんだけどなぁ。ムグさん、今回は暗黒星雲ツアーかしらね。カヨピさん、竜の落とし子、確かに。カロン編強迫さん、馬の方がロマンがあって良いと思います。カヨピさん、ゴジラはどうでしょう、ロマンない。カロン編強迫さん、振り返る名馬デー。ムグさん、恐竜勇ましい星雲ね。カロン編強迫さん、これって絵画にもなりそうな構図ですね。シェルテリンフム。ムグさん、私は火の鳥からスクショしまくりです。星。カヨピさん、火の鳥に馬頭もあって、オリオン座って飽きないですね。カロン編強迫さん、これ以外にも地味ですが、モンキー星雲や燃える木星雲、M78 などオリオン座は参考星雲の宝庫です。星。寺沢さん、すぐそばに、燃える木もありますよ。ムグさん、あ、それリクエストしようかと思ってました。年季星雲星。寺沢さん、M78 か。この前ウルトラマンが人工衛星に乗ってやってきてましたね。カヨピさん、そうなんですよ、おお。カロン編強迫さん、M78 も大きな双眼鏡でうっすら見えますよ。個人差、環境差がございます。スミヤチャンネルさん、トラペジウム入りました。ち、セラさん、おお。ムグさん、うわお。ち、セラさん、トラペジウム来ましたねー。セラさん、これはソニーアルファ？スミヤチャンネルさん、ドブソニアンです。寺沢さん、テレビから音が聞こえて、なんか変。ムグさん、さっき、実はドキドキしてたんです。トラペジウム4つ分解で見えるように、望遠鏡で調節されていた時の、あの寄ったり引いたりもすごかった。プッテを上げ、ボディパラさん、イートアッパ。ち、セラさん、そう、まさにそれです。ムグさん。ち、セラさん、初めて望遠鏡買った時のオリオン。ムグさん、すごいすごい、星星星。スミヤチャンネルさん、トラペジウム6つ見えます。ち、セラさん、すげー。おーおーおーいいおー。トラペジウムの晩成。ムグさん、トラペジウム4つ台形かと思ってた。ムグさん、カヨピさん、戻っておいで。ち、セラさん、これはかなりレアですよ。チャチャさん、テレビガラ声。ムグさん、これは、美味しすぎる。ち、セラさん、うん。めっちゃ感動。ムグさん、スクショ。ち、セラさん、あ。チャチャさん、ステラリウムでトラペジウム探してました。どこの部分かな？ち、セラさん、スマホをどこ行っただー。寺沢さん、火の鳥の心臓。ムグさん、チャチャさん、オリオン大星雲の心臓部。チャチャさん、お貸ししましょうか。スミヤチャンネルさん、ステラリウムだと眩しくて見えませんね。ムグさん、一番輝いてるところ。チャチャさん、ああ、ありがとうございます。光っていたところですね。ち、セラさん、あったー。寺沢さん、ベックリン星と書かれてますね。ち、セラさん、ベックリンと言うんですねー。スミヤチャンネルさん、小さな火の鳥が見えますね。寺沢さん。ち、セラさん、鳥の顔とくちばしっぽいのが見てきますね。チャチャさん、お腹に赤ちゃん。ち、セラさん、いるいる？ムグさん、雲みたいに見えるのは、雲？星雲。スミヤチャンネルさん、星雲です。ムグさん、はぁ、すごかったー。ち、セラさん、星雲ですね。寺沢さん、M43 だと思う。ムグさん、主様、ありがとうございます。寺沢さん、大きな頭。ち、セラさん、先生、ありがとうございます。自分の機材ではここまで見えません。ムグさん、眠気が覚めました。ちさん、寺沢さん、ありがとうございます。ち、セラさん、純粋な緑の星雲羽が見えてきましたね。ここまで飽和させないで星雲出すのってむずいんですよねー。
ムグさん、さっきはワシで、今は鳩みたい顔。スミヤチャンネルさん、コントラストを変えるといろんな風に見えますね。ムグさん、いつも素晴らしいですが、今日は神回です。セラさん、頭の部分のダークマターも美しいです。スミヤチャンネルさん、トラペジウムもしっかり見えていますね。カヨピさん、トラペジウムダーミルク。セラさん、トラペジウムの神秘。カヨピさん、おかえりー。チャチャさん、カヨピさん、おかえりなさい。寺沢さん、神に呼び戻されたかな。ムグさん、あ、よかった。カヨピさん。セラさん、神のカゴですね。セラさん、ほんとよかったー。ムグさん、さっき、トラペジウム、ってカヨピさん書いていたから、見れてよかった。セラさん、こんなに良い空は稀ですね。スミヤチャンネルさん、雨で空気中の塵がなくなったのかもしれません。セラさん、空レンズクリーニングですね。チャチャさん、スミヤチャンネル素晴らしい、星。セラさん、素晴らしい。セラさん、ああ、コンポジットギレガー。スミヤチャンネルさん、クリアします。カヨピさん、サムネイル画像が4つの台形の星になってたから急いで戻ってきました。皆さん、ありがとう。チャチャさん、ミーウェイゲテゴランニョルノオーボシオオホシ。ムグさん、不思議なんですが、さっきは頭と胴体くっついて見えていたのに、今は分断されてる。頭と胴体の間のモヤモヤがないわ。セラさん、トラペジウム6ついけましたよ。カヨピさん。チャチャさん、見え方に変化があるのですねー。セラさん、F 値が高くなったせいからかな。ムグさん、巻き巻きして、万星が見えて、6つでした。カヨピさん、6つ巻き戻してみました。スミヤチャンネルさん、露出時間やヒストグラムの調整で見え方が変わります。ムグさん、カヨピさん、よかった。ムグさん、そうなんですね。寺沢さん、シャープカップの調整で見え方変わります。スミヤチャンネルさん、今は露出時間は1秒です。スミヤチャンネルさん、これだとトラペジウムがしっかり見えます。セラさん、ヒストは、山の頂上に1本ですぐ右あたりにミッドかな。ムグさん、はい、ありがとうございます。セラさん、いや、それだと飽和するので、ミッドかなり後方ですね。スミヤチャンネルさん、ミッドレベルはかなり右に移動しています。ミッドレベルを左に移動してみました。星雲の淡い部分が見えてきますが、トラペジウムが見にくくなります。セラさん、先生、リベスタックのヒストのタブにエニャンセドってあるのでそこの、右下のアールン、ラチオだったかな、それを13くらいにすることできます？カヨピさん、皆さんの声が私に届いたから見れたんですねー、夢見れます。ありがとう。セラさん、火の鳥の夢ですね。ムグさん、うんうん、よかった、よかった。寝る前に覗いてくれてほしい。チャチャさん、カヨピさんは目覚まし時計をセットされてますか？自然に目が覚めますか？セラさん、暗黒帯綺麗。スミヤチャンネルさん、13にしました。セラさん、シャープになります。カヨピさん、ムグさん、呼んでいただきありがとう。チャチャさん、目覚ましです。セラさん、その度構成もバッチリですね。チャチャさん、目覚ましでちゃんと起きるって偉い。カヨピさん、えっへん。